わっさー。はいどうも、琵琶湖ガイドのなすびです。12月27日も琵琶湖に浮いておりました。本日はですね、めちゃくちゃ雨降ってました。びっくりしました。予報では朝に少しだけ雨が降る予報だったんですけど、ゲリラ豪雨のような感じで、ダダダダダダダって降って止んで、ダダダダダ降って止んでよ、1日に4回くらい繰り返してめちゃくちゃ濡れましたね。まあ時折出てくる太陽暖かかったってぐらいに基本的には寒かった一日でした。ここ最近、昨日までは最高気温15度とかあったんですけど、今日はね最高気温10度ぐらいで、まあ、基本的に7、8、9度ぐらいを多分さまよってたと思うんですけど、まあなんせ寒かったですね。結構あったかい格好してても寒かったので、まあ雨の冷たさがね結構効いたと思うんですけど、まあとても寒かった一日でした。で水温もね、北エリア14度、南エリア12度ぐらいの感じなんですけど、まあ、どん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 冷え込んでいってるんで、最近やってる水深1メートルパターンはあえて、でかいのが釣れるんじゃないかなっていう風にやってて、で今日水深1メートルパターン朝からやってたんですけど、めちゃめちゃでかいのがかかって、まあ取れなかったんですけど、わすごい琵琶湖夢があるなと思いました。まだまだ釣れますね、水深1メートルパターン。ただ今冷え込んでるところをちょっとね、やっぱりバイト数は減ってくるんですけど、まあその分来たらでかい、そして夢があるなというふうには思いました。でそれからまあ水深8メートルぐらいの、まあ、沈み物のエリアでは魚がたくさん、コバス様がたくさん反応した一日でした。で夕方も水深1メートルパターンをちょっとやりに行ったんですけど、まあちょっとね、今日バイトが全部で3つあったんですけど全部取れなくて、なかなかシビアでしたね。久々に取れなくて悔しいんですけど、明日は、また引き続き頑張って釣っていこうかなと思います。まあ、本日のゲストさん、島さんご夫婦、数釣りもしていただき、すごい楽しんでいただけて、めっちゃ楽しかったって言っていただけて、すごい嬉しかったです。心がホッとしましたそれぐらい寒い一日でした。というわけで、11月27日のお話でした。まあまだまだ琵琶湖釣れるでしょう。というわけで、ぜひ皆さんも琵琶湖で遊びに来てください。なすび TV でした。ありがとうございました。